白頭はシハやブサフクロウモウキン類は、鋭い爪とくちばしを持ち、他の動物を捕食する習性のある鳥類の総称。獲物を捕まえるための鋭い爪、掴む力が強いやと、鍵型に曲がったくちばしを持つことが共通の特徴である。一般的に生態系の頂点に位置する例が多い。ことから、強さ、速さ、権力、高貴さの象徴として、 猛獣などとともに戦闘機や、スポーツカー、シンボルマーク、特撮やアニメのヒーローのモチーフになることが多い。ワシ、タカ、ハゲワシ、コンドル、フクロウが代表的である。これらの猛禽類は、リンネ全本の時代には、ワシ類、たか類、春類及び、フクロウ類に分類された。ちなみにリンネは狩りをする鳥を、単一の木にまとめ、ベルチャー、ファルコ、ストリックス、 ダニウスの四族を含めている。このうち全二者のワシタカ類を中高性猛禽類、フクロウ類を夜行性猛禽類とも呼んだ。蒸気のようにこれらは鋭い爪と口しなど共通の特徴を持つが、形態的解剖学的研究が進むと、これらの外見上の類似は表面的なものであることが明らかとなり、狩りという習性に基づく修練進化の結果とみなされるようになった。 ワシタカ類とフクロウ類は高めとフクロウメとに分けられた。近年では、ハヤブサは高めから区分されハヤブサメというカテゴリーの猛筋類としてデビューした。また、ワシタカ類は体の構造ではフクロウ類よりもむしろコウノトリ類に近い構造を持つことが分かった。1990年代以降に発達した DNA 分析による鳥類分類でも、 この類縁性が支持されている。猛菌類は空中を生活の場とする生物の中で生態ピラミッドの頂点に立つものである。実際には獲物として地上の動物を狙うことも多いので、いわゆる肉食獣ともその地位は重なっているが、いずれにせよ大型の工事消費者の地位にある。しかし、このことは彼らが多くの個体数を維持できないことを意味する。 大型種の多くは広い縄張りを持ち、その内部で狩りを行うが、このような生活が維持されるためには自然な条件が維持された環境が広く続いている場の存在が必要である。人間の活動は必然的にこのような条件を壊し、世界中の多くの地域で大型猛禽類は絶滅を危惧されている。一部の猛禽は人間の生活に順応し、中には 都市で狩りをする例も知られている。大きさは種により、様々で他の脊椎動物を捕食するとはいえ全ての種が積極的に人や家畜を襲うといったことはない。しかし一部では家畜の子や家金などが被害を受け、害鳥とみなされる例がある。また先日の通り飼育下において人が補定等を行う際は、その鋭い爪や口しによって被害を受ける確率も高い。 日本国内においては、動物愛護管理法により高めの一部が特定動物に指定されている。飼育を行うにあたっては、各都道府県の動物愛護担当部局からの許可が必要となる。猛禽類を飼いならして獲物を捕まえる狩りを高狩りという。猛禽類は、その優れた飛翔力や鋭いくちばし、爪による攻撃力など、 生涯なイメージの持たれる動物の代表である。古来より強さ、速さ、権力、高貴さの象徴として、様々な文章や衣装として使われてきた。また、神話や伝説においても重要な地位を与えられている、例が多い。また、その飼育そのものが、貴族の趣味として捉えられたこともある。白星を装飾とする例もある。これらを目的とした乱獲は、猛金類が各地で、 絶滅の危機に、瀕している理由の一つである。ありがとうございます。